スノーマンは2020年に CD デビューをした9人、組男性アイドルグループです。2022年には、グループとして、映画、おそ松さんに出演するなど、俳優としても定評があります。ネットラボでは2024年5月6日から5月13日までの間、スノーマンのメンバーの出演ドラマで好きなのはというテーマでアンケートを実施していました。投票結果の中から、 今回は40代女性の投票をもとにしたランキングを紹介します。それでは早速結果を見ていきましょう。第1位、サイレント2022年10月から12月にかけてフジテレビ系列で放送されたテレビドラマ、サイレントサイレントが大きな話題を呼びました。このドラマでは川口春奈さんが主人公の青葉つむぎを、そして目黒連さんが つむぎの元恋人、桜草を演じ、視聴者を引き込みました。サイレントは、繊細な心理描写と、見事な演技で、視聴者の心をつかみます。物語は、青葉つむぎが幼い頃に失踪した母親を、探すために、自身の身分を隠し、ある地方都市に移り住むところから始まります。彼女はそこで、新たな人間関係を築きながら、母親の行方を追い求めます。 ドラマの魅力の一つは、キャラクターたちの内面に焦点を当てた深い物語です。主人公の青葉つむぎは、過去のトラウマや葛藤を抱えながらも、強さと決意を示します。一方、目黒レインエンジル桜草は、青葉つむぎの過去と密接に結びつきながらも、彼自身の複雑な心情を持ちながら登場します。さらに、ドラマは、 豊かな背景設定と美しい映像で視聴者を魅了します。ある地方都市の風景や人々の日常が物語の舞台となり物語の世界観を一層深めます。また、青葉紬や桜草が巻き込まれる様々な事件や謎解きも物語に緊張感と興奮を与えます。サイレントは 視聴者に深い感動と共感を与えるだけでなく、社会的なテーマにも触れています。家族や過去との向き合い方、そして新たな人間関係の形成など、人間の心の葛藤や成長を描きながら、多くの視聴者に共感を呼び起こしました。このドラマの成功は、川口春奈さんと、目黒蓮さんの素晴らしい演技力に加えて、脚本や、 演出の質の高さにも大きく貢献しています。視聴者は、サイレントの登場人物たちと共に、様々な感情を共有し、心を揺さぶられました。サイレントは、単なるエンターテインメント作品にとどまらず、視聴者に深い考察や感動を与える、主玉のテレビドラマとして記憶されることでしょう。その魅力は、今後も多くの人々に語り継がれ、長く愛されることでしょう。 八年の歳月を経て、運命の再会が訪れた、つむぎと思え、かつての恋人たちは偶然の出来事によって、再び出会った。しかし、運命は彼らに試練をもたらした。僧は難病に侵され、その結果、耳がほとんど聞こえなくなっていた。彼らの関係は再会後、ますます複雑になった。つむぎは、僧の苦しみに寄り添い、彼の身近にいることで支えとなった。 しかし、時には、意思の疎通が難しく、すれ違いもあった。しかし、そのような、困難な状況の中でも、彼らの心は徐々に通じ合うようになっていった。この感動的な物語で、難しい役を見事に演じたのは、目黒連さんである。彼は役柄に見事に寄り添い、観客に感動と共感を与えた。彼の演技は、二人の心の交流を見事に表現し、 その絆の力を称えるものであった。紬と僧の物語は、単なる恋愛の物語ではない。それは二人の間に生まれた深い絆と、困難に立ち向かう勇気を称える物語である。そして、目黒連さんの演技は、その物語に、さらなる感動と深みを与えている。第二位、先生、さようなら2024年1月から3月にかけて、 日本テレビ系列で放送されたテレビドラマ、先生、さようならが視聴者を魅了しました。このドラマは若手俳優の渡辺翔太さんが初めて連続ドラマの主演を務め、その演技力と存在感で多くのファンを引きつけました。先生、さようならは現代の教育現場に潜む問題や葛藤を描いた作品で、その深いストーリーテリングとキャラクターの魅力で視聴者の 心をつかみました。渡辺翔太さんが演じる主人公は教師としての自己探求や生徒たちとの交流を通じて成長していく姿が描かれ多くの視聴者に感動と共感を与えました。ドラマの中で描かれる登場人物たちの人間味あふれる姿や彼らが直面する様々な問題に対する真摯な取り組みは視聴者にとって心に響くものでした。特に 渡辺翔太さんが演じる主人公の繊細な心情や成長過程は多くの視聴者に共感を呼び起こしました。また、先生作用ならは教育に対する新たな視点を提供するだけでなく、家族や友情、人間関係の大切さについても考えさせられる作品でした。物語の中で繰り広げられる様々なエピソードは視聴者に教訓を与えるとともに、 彼らの心に深い感動を残しました。さらに、渡辺翔太さんの演技力やキャラクターの魅力だけでなく、ドラマ全体の制作陣の手腕も称賛されました。美しい映像美や劇中音楽の選曲など、細部にまでこだわった制作は、視聴者に臨場感あふれる体験を提供しました。先生さようならは、単なるエンターテイメント以上の価値を持つ作品として、 多くの視聴者に愛されました。渡辺翔太さんの演技力やストーリーの魅力、そして制作人の緻密な仕事が結集して生み出された、このドラマは日本のテレビドラマ史において一石を投じる存在となりました。彼の名前は田村拓郎。美術教師として彼は生徒たちに創造の魔法を伝える一方で、彼自身も過去と現在の恋に翻弄されていた。 過去に遡ると、若き日の拓郎はまだ高校生だった。情熱に満ちた青年は、夢と才能を持ちながらも、恋愛には奥手であった。しかし、彼の心は、同級生であり、美しい絵を描くことができる天才的な少女、佐々木美咲によって揺さぶられた。彼女の存在は、彼の絵画に、新たな深みを与え、彼の心には前所未有の感情を呼び起こした。しかし、 若い恋は短命に終わり、彼らは、それぞれの道を歩むこととなった。そして、現在、拓郎は、美術教師として、佐々木美咲という名前の生徒と再び出会う。彼女は成長し、彼の目の前には、かつての彼女と同じ情熱と才能を持つ女性が、現れた。しかし、彼女の心には、過去の傷が残っており、彼女は、自分の才能に疑問を抱き、 絵筆でをこうとしていた。拓郎は彼女に自信を取り戻させ、彼女の中に眠る芸術の魂を呼び覚ました。拓郎と美咲の関係は、教師と生徒という枠を超えて、深まっていく。彼らの心は再び交差し、若き日の情熱が再び燃え上がる。しかし、過去の影がまた彼らを追いかけ、彼らは再び試練に直面することとなる。このドラマは、 愛と美術の力を通して過去と現在が交錯するストーリーを描き出す。渡辺さんの演技は卓郎の複雑な心情を見事に表現し視聴者を感動させることだろう。彼のキャラクターは過去の失敗から学び愛することの真の意味を乱す過程で成長していく。この美しいラブストーリーは視聴者に勇気と希望を与え心に深い感動を残すだろう。 第3位、恋する、敬語24時。恋する、敬語24時は、視聴者の心を掴んで話さないエキサイティングな、ラブコメディドラマです。この作品は、プロのボディガードとして働く、主人公が、任務中に、様々な困難や事件に直面しながらも、次第に一人の女性との恋愛模様を展開していく、ストーリーです。スノーマンのメンバーが主演を務め、 その高い演技力と魅力的なキャラクターで視聴者を魅了しています。第4位、消えた初恋。第5位、嘘コン。第6位、トリリオンゲーム。第7位、オーク。第8位、ナイスフライト。第9位、春になったら。